皆さんこんにちは。本日はフォーカス M シーズン6、27回戦、28回戦の模様をお届けいたします。実況は私、楠原優雅、そして解説は藤島健次郎プロが務めます。藤島プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士とその意思に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは本日27回戦の出場選手を紹介してまいりましょう。まずはこの方です。 G チャスターと萩原正人、シーズン6は2戦勝か40ポイント、トータル第10位につけています。なんちゃスターとはこの方です。あ、ちょっと音がいってないです。はい、なんちゃスターとはこの方、2戦勝かマイナス 95.7 ポイント、トータル34位。そしてシャーチャスターとはこの方です。斉藤豪、4戦勝かマイナス 137.2 ポイント、35位。そして最後はこの方、ベイチャスターと一つ井真也、本日シーズン6初参戦となっております。はい、それではここまでの成績表をご覧ください。はい、こちらになります。10位萩原プロ、そしてはい、こちらですね、34位伊達プロ、35位斉藤プロ、36位一つ井プロは本日初参戦となります。それでは対局場の準備ができているようです。フォーカス M シーズン6、27回戦統廃の開始です。まずは並びからご紹介してまいりましょう。ちーちゃに萩原、なんちゃに伊達、しゃーちゃに斉藤、そしてペイちゃに一ついの並びで対局がスタートとなりました。当院局ドラワペイです。改めまして藤島プロ、よろしくお願いいたします。はい、ます。ということで始まりました、本日もフォーカス M。 今日は M リーグの選手がなんと2名、まあ、1名は契約したばかりというところ、まずは伊達がイーソーから仕掛けていきました。ハクハクチュンチュン、初が気になりますね。はい、初は山に2枚、はい、そうですね、斉藤の手配に1枚あるだけといったところでしょうか。さあ、これイーソーからまずは仕掛けていきました。親の第一打ですよね。ハクも泣けた。どうするかな、ターピンから、はい、この後がね、これチーとかするとね、1000点になっちゃうんで。あ、そうですね、うん、はい、まあチュンは動くにしても、両面立つ外しにはなるところではありますか。うん、そうですね、チーしないもあるよね、これはね。はい、あのイーソー1枚目から仕掛けていくのもすごい、あの勇気がいるなと思ったんですけど、うん、そのあたり伊達決めていたところでしょうかね。まあ、だから想図の上引いたらローマンチーマンっていくパターンになりそうですけどね。はい、まあ最低でも本一と、そうですね、いう手組みにはなりそうでしょうか。なんちゃの伊達がイーソーポン、ハクのポンから仕掛けを入れています。チューン行った。でこれでローマンチーマンだね。はい、ね、初を残しての進行となりそうです。はい、まあ、これで役満もまあ目指すことはできますが、最低役役本一ですね。はい、初がある斉藤さんもほぼ受け、一つ井さんはこれ十分系ですけど、はい、三色にはならない感じ。いいシャンテンまで来ています。あと萩原さんですね。この白は仕掛けられているところです。うん、おわ、うまいね。もうすぐに引き入れました。金満のテンパイですね。はい、本一小三元役役のテンパイ、伊達リアンソー待ち。ここからはどうでしょう、変化は見ますかね、シャンポン待ち。まあシャンポンだったらね、はい、役満、高め役満には取ると思いますけど、カンドラが増えるルールでの対局、一発裏ドラ、そして赤牌が入っている。そしてリン・シャンハイからのつも上がりとなりました。本一小三元役役リン・シャンつも、うん、3,000-6,000の上がり。いやー、なんかスルスルっとね、ハネマンに仕上がったね。このイーソーポンもいい仕掛けになりましたね。ね、はい、なかなか声出ない人の方が多いね。はい、しかも親の第一打、なんか僕仕掛け多いタイプだけど声出た自信ないですね。はい、いや、ハイパイすごいの来ましたね。なんだこれ、すごい。ローソーは4枚使いですね。マンズでもメンツができています。ピンズでもメンツができている。これはそうですね、もうスッチーピン、スッチーソーのいいシャンテン。はい、関数層テンパイ、あ、関数層テンパイじゃない、ごめんなさい、数層引きの変化なんかもそうですね、4枚でしたね。なんかも楽しみなところですよね。トン2曲ドラワチュンです。
一発裏ドラ、赤ドラのある M リーグルールでの対局、80分プラス1局の時間制限があります。そう、各社ぐるっと手牌見てまいりました。赤牌があるのはこちらの一つになんですけど、愚形のターツが結構残っていますよね。そうですね、はい、トン重なった、はい、まあ、アイラさんはね、全局もダブトンが重なってたんですよね、はい、そこそこの手格好だっただけにちょっと消化不良のトンパツになっちゃった。はい、もうすぐに子供の仕掛けを受けて、うん、あっという間のハネマンツモとなりました。ピンチピン払った一ついさん、はい、すごくゆったりと構えている印象ですね、一つい。そして伊達も前順ピンズを引き入れて、まあ、後継転配かなり約束されている超十分系ですね超十分系。そして逆にこの老僧が4枚使われているということで、まあ、こちらの一ついだったり萩原はピンズがやや使え、あ、ソーズがやや使いづらい形となりました。引いてきたのは割と順調なツモだけど、はい、そうね、そうか、上野盾さんはドラのチュンから打ち出してるんですね、はい、残りのドラが全部山、ただ非常に目立ってはいるところ。そうですね、はい、このフォーカス M シーズン6今期初参戦となります伊達有沙、まずはトン一局3戦6戦のつま上がりに成功です。トン動かず萩原さん、はい、ここはじっくりと、そしてピンズが2面詰め完成、いいシャンテンまで来ました。あ、でも伊達3点牌だ、はい、これは待ち取りが気になるところ。まあシンプルにウッパーピンにする手が普通ですね、はい、ピンフの一役がある分ね、はい、ウーパーピン待ちでのテンパイ、パーピンが握れだったんで、まあノベタンにする選択もなくはなかったですね、はい、スッチーピン、スッチーピンやサブローピン、まあ、サブローピンもあるか、はい、という選択もありましたが、ここはピンフの一役を取った形。ひとついさんはまっすぐ行きましたね、はい、そして萩原も現物のキューピンを切っていいシャンテンを維持しています。ノベタンの闇点とかにしとくと、このパーマンでゴロチの3色とかになったとかはあるけどね、はい、まあまあシンプルだけど、あのパーピンリーチは結構普通な選択だと思います。はい、さあ、まあ転廃してる親に対して小型の、まあ特に一ついと萩原ですよね、どこまで攻め返す、押し返せるかね、はい、そうですね、そうですね。こちらは斉藤の手配、まだ虎の順が山に3枚、まあ、ただね、親リーチの現物ではあるんでね、はい、みんなこのぐらいの手格好だと多分、おっとテンパった、追いつきました、ポンとシャアのシャンポン、はい、1枚切れずつ、赤牌が1枚ある手牌、ペイちゃんの萩原の追いかけリーチは一発だ、うん、見事伊達からの上がりとなりました。リーチ一発赤、すぐに捕まえたのは5200点、萩原上がって親リーチ流していきました。これ1枚目のトン泣かないのが、うん、いやハマりましたね、はい、萩原さんらしいというか、伊達はね、すごいハイパイからいい形でテンパイをもらったんですが、ここは負けた格好、まあ、ちょっとね、ウッパーピンそのままもうね、ほぼいなくなっちゃってたっていうのもあるんで、はい、まあ難しかったですけどね、うん、まあウッパーピン取らない選択もあったんで、なんとも言えないとこでしたけど、はい、うん、まずは一つ独走を許さないような格好と、そうですね、いい上がりになりましたね、なりました。さあトン3局となります。親番は斉藤、ドラはチュンで統一の手配、ここでようやくチャンスが巡ってきたか。斉藤なんちゃの一つはドラのチュンが1枚浮いている、萩原はシャーチャでなんとペイが統一となっています。伊達さん赤またまずまずですね、はい、しかも自家製のペイが統一でしたね、うん、斉藤さんもいいシャンテンだ、はい、各社スルスルと手配が進んでいます。これはチャンスだね、斉藤さん、ドラドラの超十分系、はい、しかも後継が約束されているところ。さあそして萩原はピンズの2冠外して、これはソースの本一でしょうか、向かっていきましたね、うん、手配がね、両方ともお高瀬なんですよね、はい、そこから打点を見るならば、うーん、う、ね、何かしらの役をといったところでしょうか。さあ赤嘘にくっつきました。こちらも一歩前進は伊達です。現在は3万800点持ち、トップ目です。あ、ソーズ引いた、スーピンのオープンかな、引き続きソーズを引いてくる、オープンから、はい、これは一気通貫なども見える手配ですね。何もペイもどちらもまだ場には打たれていません。赤さんになりました。すごいね、伊達がチャンスで、これ2ピンなども残して目いっぱいに手配を進めていきます。そしてその2ピンあんこになったのは一つい、うん、
とりあえずメンツでも見ますか、これは。はい、トラを残しながら、まあ、広げて持っていくと。萩原さんは一気に本一。はい。さあ、そしてこのまま手が進まないのは親番中の斉藤です。まあ、一つ井さんがもしかしたらドラ打ち出すパターンもあるかもしれないですね。はい、現状ね、今斉藤さんウッパーワンとイースワンなんですけど、はい、これで6チッパー含め、こちらの手配ですね。2万がね3枚飛んじゃってるんで、はい、あ、もちもちになりました。もちもちになった。これで出ない形になり、ね、一つ井はチートイツもかなり強く見えるでしょうか。どうでしょう。縦横イシャンテンですね、はい、一つ井さんはね。さあ、そして斉藤は、まあ、受け入れがやや切られてきてしまったというところ。あ、いや、これは手応え十分。まあ、シャアで目一杯だと思いますけどね。はい、さあ、シャアは場に1枚切れ。ああ、イースを先打って一通の形決めた、はい、これでイーシャンテンとなります。伊達さん選択、はい、シンプルならリャンマン4枚目のウーピン、はい、引き入れて赤が3枚ある形。両冠両面の形ですね、はい、4枚使いがあるとはいえローピンパーピンの受け入れがあるところ。これはサブローソンになりそうだけどな。はい、リーチ、イーペーコー、ドラドラ、チートイツ選択もある、シャンポン選択もあるけどシャンポンはない。はい、封鎖切ってリーチにしましたね。ここは先生リーチ、サブローソン待ちです。さあ、一つ井の先制リーチ、ドラドラの手配を、もう斉藤が圧倒的かと思ったんですけど、追い越してきちゃいましたね。赤さんの伊達はどう打つ。まずは現物のキューピン、まあ、パーピンが握れっていうのが大きかったですかね、これは。はい、斉藤とて降りる手にはなっていません。ドラドラの親番中、どうだ、あ、面前テンパイ、カンパソ、面本一通、運送の筋、場には1枚切れ。え、萩原の手配、はい、こちらの斉藤の手配に1枚、そして捨て牌に1枚あるだけ。これは一つ井のリーチピンチとなるか。ただね、サブローソンもね、まだ目立ってない。あ、そうですね。ただ萩原にもチャンス手が入りました。あ、これは空切りでのチーソー切りとします。そしてツモ上がりとなりました。リーチをかけていた一つ井の上がりとなりました。リーチツモ、イーペーコードラドラ、2004戦、マンガンのツモ上がりです。いやー、萩原もチャンスで入ったところではありました。闇天に構えてね、あのハイパイからコーダ店のテンパイ出たところでありました。そうですね、なんかインソーを先打って一通の形決めたのがなんか萩原さんらしいというか、はい、そういうところに受けられましたね。そして一つ井が上がって親番を迎えます。うわ、今回も手配は綺麗に見える。さあ、トン4局、ドラは数層、役配の発芽統一はシャーチャの一つ井、そしてペーチャの斉藤の手配。ここでチューンが重なりますが、メンツはまだありません。親番一つ井、こちらマンズで一メンツ、ソーズで一メンツ、はい、これもチーピンが先に埋まれば、まあ、気持ちよく攻撃に行ける手配ですし、サブローピンが入っても、まあ、赤ドラなんでね、はい、引いてマンガンと思えば、まあまあリーチ、結構一つ井さんリーチ早い順目ならいきそうだけど、はい、まあ、まだね、順目も早いところではあります。さあ、両面系が増えました。萩原です。3層嬉しい。これでソーズで一面つができたところ、ドラは数層切りましたか、はい、うん、まあ、ドラはね、スライドできるっていう意味合いがありますか、これは。はい、そして役配のトーン、これでパーピンキューピンですね。これで両面両面のいい射点、うん、さあ、ピンズの横伸び。さあ、ごめんなさい、伊達が仕掛けを入れました。トーンをポンしていきます。今日はね、伊達も結構気持ちよく仕掛けていってるのかなという印象ありますね。まあ、そうなんですけどね、トンパツ決め、あの跳ねマン決めた後はちょっとなんかもやもやっとする感じが続いてますね。はい、親リーを追っかけられて北条に回って、それね、前局もね、あの赤さんだったんだけど、はい、結局、まあ、ウーピンのカントができたのをせずに、はい、なんか消化不良の一局だった感じですよね。その風向きを変えていけるかっていうところですか。3万打ちとしましたね。はい、113556のところ、手順ならね、ウーマンなんだけど、はい、ポンを強く見たっていうことですか。あ、でもそう、まあ、だから打点意識ですよね、はい、まあ、ポン見たとか、その流派はには固執したいみたいな、はい、トン初赤の天牌が入っています。伊達ドラのスライドも効く形、現状3900点。一つ井も親番で
イーシャンテン倒産小さいうち、なるほどね、はい、乾燥が若干薄い、ロウソウの統一を固定したように、うん、チュンチュンって言って、はい、あのまあ二差しの3色を見ていきたいってことですね。はい、瞬間チューンを持って、まあ受け駒ってことですよね。はい、うん、アンコレば採用。ここにドラが来ました。徐々に手牌の打点が上がっているのはなんちゃの萩原です。赤ドラの手牌、そうだけど9ピンにした、はい、ピンズでは一面図といったところでしょうか。なるほど、パーピンが握れだった。はい、自身でも1枚使っているところ。なるほどね、9ピンチーピンの方がまあまあ打ちやすいっていうのもあるのか。はい、あでも痛い、これは痛いね。見た目ではね、かなり少ないところではありましたが、うん、山の浅いところにいたパーピンです。ここでチュンチュンとなります。 Q1 は手の内に残しての進行、一、ね、つにも手が変わらない。ああ、これで選択はできますが、ウソが現物だね。ウソ早いから、はい、あでも受けた、はい、統一のパーピンに手をかけるウーパーピンは場にはかなり安いところ。うーんと青ポンで最終手出しがウーマンだったんだよね。はい、3万ウーマンって続けて打ってるのか。実際にはね、ウーマンが絡んでる、はい、ウーマンのまたぎです。今あこれがさあ、これはドラドラを使う変化を得た一つが打点の補充となりました。ヤクヤク赤は3900点の上がりです。まあ関数マンのカードをコンタイミングで外したようにも見えなくはない、はい、けどですね、はい、さあ後半戦難入となります。親番変わって萩原、ドラは両ピンです。もう一歩仕掛けた後だったんで、まあまたぎはまあまあ普通だし、はい、で本出しのウーマンどう見るかでしたけどね、はい、さあウーマンと切り出しての展開を入れました伊達でした。さあ親番の萩原、ここまで上がりが5200だけ。なんとドラはリャンピン、こちらはシャーチャの斎藤の手配、マンズで一面つ、レイチャの一つい、赤ウーワンが1枚浮いてますが、ドラドラ、ドラドラですね。はい、パーマン先石なんだね、萩原さん。今起こった、はい、ペンシャン点だね、一応は、はい、ただそのペンチャン含みなので形としては良くないといったところでしょうか。この順目で、はい、イーシャンテンで4畳杯が6万でしょう、はい、まずまずこれでリアンスをいそうかな、はい、これでまたターツの振り替え、ドラの受け入れもある形。ここでさん厚も効いてるね、はい、チーマンが来て、まだ斎藤だけ上がりがない、はい、あ一つにもないですね。一つにさん上がってます。今さっき上がったところ、うん、そうでしたね、失礼しました。おっと、本当にツモが効いてる、はい、赤ウピンを引き入れて打点もアップ。安全ですね、リアンソー3ピンどちらかを打ちたい、はい、リアンソーの方にした。トンはもうより安全牌に近いといったところでしょうか。まあ、1枚切れなんですけどね、はい、うん、さあこれでリアン関係に変化、はい、これはトンで目いっぱいか、はい、ピン引きからの、ね、ピンフもあるから、まあ、その場合はちゃんと落としてというところになりそうです。萩原さん選択、チーピン払いかどうするか。あーなるほどね、E ピン、ジャントの E ピンが、あどうするかな。はい、両関係なのでカンちゃんを選べば転敗ですが、役はありません、闇手に構えます。一応3色のスライドなど考えているところでしょうか。ピン引きからだとね、まあまあ即リーでも別に悪くはなかったけど、はい、とりあえずカンウワンの役なしにして、はい、うん、やんめん手代わり待つ感じですかね。こちらの手配、伊達は現在3万2700点持ち、トップ目です。そして一つ役配の白は2枚切れですが、手の内取っておいてます。ちいちいち決めましたか、ひとついさんは。お、ピンチピン引いた。これでどうするか、まあトーン一旦打つのが自然ですけど、ああ選んだ、はい、メンツの選択をしてトンは残しながらの進行。さあこれでドラと振り替わりましたが、さらに闇天続行はリャンマン3万引きで3色への変化があります。ドラ引きからの2差しも見たんだね。あ、テンパイだ、はい、チートイツ赤、ドラドラのテンパイ、短期で、はい、ここはマンガンの闇天、レ
はどうするかな。安全に安全に進めてきて、はい、2万の方選択しましたね。はい、統一の選択となりました。まあ、この多選択は実は合ってますね。この伊達さんが2万候補、2万は相当薄い状況なんで、現状は2人が右腕待ちで転売を売れている状況です。斉藤さんも選択になった。ちゃんとの選択、うん、あ、これで2万が非常に場に打たれてくると、うん、伊達からがね、3色が見づらくなってしまうかもしれません。どうするこれ。やはりウーピンが自身からかなり見えている。はい、しかも闇点としましたね。これで6400点の転売。やっぱり満足。あ、ここで伊達リャンマンが見えたことが大きな理由でしょうか。すごいね、3枚リャンマンがウーマンが打たれたんだよね。それでつもぎりリーチ、ちょっと戦略的な部分が強いリーチですね。はい、さあそしてつもぎり追っかけとなった一つい、そうですね、自分が闇点にしていてロンと言えなかったところではありました。これで、はい、パーソーが欲しいところ。いやでもチーピンが2山の、はい、ウーマンどうなの。ウーマンは斎藤の手配に1枚捨て配に1枚、2対2だ。はい、萩原さん選択、伊達としてはどうですか。ちょっと感触悪いところもありますか。いやそれはね、赤ウーマン打たれたところに追っかけられたらそれは、はい、まああんまり良くないよね。まあ、即リーチをかけていたらもしかしたらまた違った結果となっているかもしれません。斉藤さん選択だね。はい、まあ三層急層型ローソン、ああローソンじゃない、ローピン、ローピン、このローピンは今一つが、そして山読みバッチリ一ついのつま上がりとなります。リーチつもチートイツドラドラ3000、6000の上がり。いやお見事ですね、これは、はい、一つさんが勝利した。嬉しい、羽満のつも上がりでさらに家庭に成功となりました。何二局親番変わって伊達となります。ドラは9ピン。確かにそうだね、ミャンマー打たれたことが大きいか。つもぎりリーチしたっていうのは、まあ打たれたのもあるけどね。はい、うん、どうなんだろうね、ああいうのって結構本番でもあると思うんでね。はい、役なしに構えるかどうかみたいなね、はい、カットは常にあると思うんで、時計でね、打点があんまりない時とかは難しいけど。藤島さんだったらどうしてますか。僕はね、勘違いなんです、引っ掛けリーチしてますね数番で即リーチっていうことですね。いや、わかんないけど、まあただマンズがね、多分悪く見えたんだろうから、はい、同じになる時もあるし、多分このルールは割と手なりに打つことが多いから、ああなりそう。マンズなんかは残りそうなんで、はい、まあ、カンワンの闇点かカンチンワンの即利かになりそうですけどね。あとはどうですか、ドラが振り替わって一役アップしたからリーチなんていう選択も。まあただね、ドラ引くと今度に刺しも待ちたくなるじゃない、はい、うん、そうするとまた手役の誘惑で闇点となって非常に難しい判断があった一局となりました。その伊達の親番です。チーピン引いた斉藤さん。はい、これで手配がぐっと引き締まる。ドラは9ピンで1枚赤嘘もある手配。選択だけど1通の方強く見たのかな、これは。はい、カンパスオーバーライは。そしてドラが1枚浮いている萩原、統一もいい追い形。萩原さんね、だいぶチート一寄りですね。はい、前順にね、そうですね、パーピン切ってるぐらいなんで、くないですよね。斉藤は、まあ、手役なども一気通貫などは見やすいでしょうか。しかしここは今まもつもぎっていきます。お、うまい、いい順調に。数ピンかパーワンかみたいな。数ピンかパーワンで米9ピンパーワン引けばチートイツ転売となります。ションパイの白の方にしたね。はい、先に、まあ、危なくなりそうな範囲を切るというところでしたか。うん、これは重ねてもそんなに嬉しくない配置ってことなんだろうね。はい、斉藤さんの中では。こちらは縦引き、両ピンを重ねて持ってきたところでしょうか。はい、縦は数層切りの選択。数層なんだ。これはちょっと統一アンコを大事にしながら打つという判断でしょうか。わかんない。わかんない。そうだね、それは一つあるのかな。はい、統一手もしくはというところ。3層が場に1枚切れていたところでした。さあピンズがさらに伸びてくる。さあポンテンやチーテンも効く形。伊
伊達は親番中です、うん、さあマンズのツモが続いているのは一つい一ついさんにシャンテンになった。はい、フタゲラは自敗自敗とキューピンのインシャンテン、うわ即リーチとなります。チーピンとリャンソーの即リーチ、かなり決めていたところだったのでしょうか。ドラを切ってのリーチでしたね、うん、ドラ表示牌が、まあ、パーピンがね、そうだね、表示牌に1枚とバニー1枚だったっていうのはありますね。あ、ピンフテンパイだ。はい、こちらは3ワンを引いてのテンパイとなりました。サブローピン待ち、早いとはいえ無筋をした、はい、リャンマンですね。ただローピンはね、ここにあの子なんですよね、はい、ほぼいないんだよね。サブローピンゼロかな、1枚だけ。そうですね、3ピンが1枚あるでしょうか。ただ現物ではない牌を切っていますので、タンヤオの一役もつく形。そして萩原イーシャンテンはテンパイだ。闇手に構えたドラタンキは親やり、はい、現物となります。斉藤さんのキューピン結構危ないのか。ローピンもキューピンも当たりですからね。ここはまずは切れている白。チューンはバニッションパイ。これも切っていきます。あんこになりましたが、テンパイ維持ならば、そうですね、あんこからキューピン短期を維持。さあ萩原も闇点での勝負手が入っています。危ない危ない、ローキューピンが危なくなるか。斉藤は赤赤となった。これが打ち出された。ここは萩原の上がりが決まる。チートイツドラドラ6400点、伊達のリーチかわしていきました。またしても萩原です。お見事ですね、はい、これも、いわゆるノーミスのチートイツですね。はい、捨て牌のかぶりがありませんでした。ここで1目加点に成功。これをねリーチしてしまうと、やはり現物張りとはいえ、いい街ではなくなってしまう、まあ、比較的目立たない白を打った後に、はい、現物のトンを手出ししたんで、ちょっとマークが外れてたような感じはしますね。はい、さあこれで萩原は加点に成功となります。親番は斉藤、南三局、赤含みのメンツがすでにある手牌、ドラはペイです。赤含みのメンツ一つ入り回りました。そしてこちら萩原の手牌、まだちょっとメンツの目ど立っていませんが、端絡みの手役などが見える形でしょうか、うん、さあそして各選手、ここまでまだ27回戦なんですけど、斉藤がマイナスが結構大きいんですよ ね。今日も調子悪そうだもんね。はい、そうなってしまうと、まあ、このフォーカス M は敗退もあるルールなので、今回大きなラスなど引いてしまうと意識せざるを得ないというところも。なるほどね、8回は打てるから、はい、今日3回目だもんね、まだね。3回目と4回、あ、違うか、4回打てない、はい、もう4回目、6回目か。なので、ちょっとそれも、今日敗退はないけど、敗退ラインはもう意識せざるを得ない状況になってるってことですね、はい、斉藤さんはね。1人だけその条件がありながら、うん、麻雀をするというのがこの斉藤の状況であります。現状も8600点持ちの4着目。さあここで仕掛けが入る、伊達がチューンを仕掛けた。虎のペイも1枚ありますので使い切れば高打点。いや斉藤さん難しいな選択。はい、まあいいピンリャンピンっていくのが普通ですね。はい、あといつも残しながら一つさんは形の悪いところを払っていきます。いろいろあるね。はい、どうですか、伊達はイーソーのポンなども短期待ちにはなってしまいますが、まあまあチューン一泣きしたらイーソーポンのドラ短期が自然だと思いますね、はい、これ選択ですね。一つ井さん、ここは急走1枚切れでしたね。はい、あんこになりづらいところを外したというところですね、うん、まあ、ピンフカンパソダイレクト以外はマンズを伸ばしていくような方向だと思います。あ、ジャントができて、なんとイーソーのシャンポン待ち。何は打点も十分、チューンを仕掛けています。イーソーもちもちだけどね、難が山々、はい、高い方が山。伊達の捨て牌はかなり想像が濃く見えますか。まあドラが余ったんでね、はい、さすがにですよ。これは印象深いように2つ目のあんこができました。そうですね、スライドはしませんでしたね。なるほどね、後々急走が2人安全だからっていうのもあるのか。はい、後の安全を買うためにまだ80秒。いやでもね、これはね急走切った方がいいやつですね。はい、情報量増やさない方がいいですね。ペイ打ちでね、テンパイが結構疑われてる局面なので、はい、でもローソー打ちにしたのはもしかしたら一通変化だけは見てると、はい、2層3層持ってきた時だけちょっと選択できるようにっていう側面が強いかなと思います、はい、
斉藤さんなんかつもすみたいになってますね。そうなんですよ。もう2つあんこができて、パーマン9万パーソーの所在が気になるところ。萩原さんのパーマン、そうですね、ポンと。あーでもそのそのままだ。そしてつま上がりとなりました。中南本一2戦4戦のつも上がり、伊達の転敗率がすごいです ね、 はい、参加できてるね。はい、本一今季 M リーグコナミ麻雀ファイトクラブから指名を受けました。非常にね、今季楽しみな選手の一人ではありますよ ね、うん、そうだね。その伊達が連続して大きな上がりを決めています。さあ親番が変わりました。一つ以内4局となります。こちらはなんちゃ萩原の手配、シャーチャの伊達、マンズの統一が3統一、そしてペイチャースタートは斉藤です。現状点数的には苦しいところ、きついけど一応2差しを見ていく感じになりそうか、斉藤さんは、はい。親はバカゼのナンが統一となっています。トップ争いとしてはね、一つ糸伊達に注目ですが、1.4 ポイント差ね、伊達さんは、はい。まあ、ほぼほぼ1000点以外なんか一役作れば OK の状況なので、ここまで8局目、8局マージャンとなっています。萩原さん難しいよね。マンツモだと着アップがない状況だから、萩原さんならハネマン狙っていくような感じになりそう。はい、そして一つはもう目いっぱい進んでいきたい。まあ、ドラドラでね、親番追っ手がいるんでね、いい傾向ができた。他の方のね、はい、親かぶりでも着落ちなんで、一つ井さんは目いっぱいいく。伊達さんはいい班欲しいけど現状役なし、難しいけど白合わせた。まあ 1.4 ポイントだから積もればね OK、 300、500から OK なんで、はい、まあ、手なりで組む感じになりそうなんですね。はい、うん、萩原さんもイシャンテンまで来たけど、はい、打点を見るならば3色なども欲しい、ね、ところでしょうか。カルピンだ。これはシャーシャーになりそうだけど、はい、素点回復がしたい斉藤です。現在4着目あ、チーマンがあんこになった。カンパーピンかカンチーソーか、うん、チームエゲルのカンパーピン残しましたね。はい、残しました。これはどのようなイトですか。これどうするんだろうな。一回取る？上がれば3着が確定します。パーマンの方を切って、ペンブクレのチーピン短期の方にしましたね。はい。この後の変化も見たいところですが、どんな変化が嬉しいですか？これなんだろうね。まあまあドラ持ってきたいんじゃないかな、せめてね。はい、ドラタンぐらいだもんね、現状のその明確な打点がつくやつが。1手代わりはそうですね。あとは2手代わりの涼平光とかですかね。2手代わり涼平光か、それがなかなかこれないよね。この時どうするかね。確かにこれでマンズ落としたらマジですごいけどね。うわ本当にマンズ打つんだ、涼平光だね。いやこれが男萩原正とか、まあ、そうだね、花満条件だからそうするのが筋なんだね、はい、で赤引きを数万からぶった切りましたか、はい、もうメンツを完全に殺す、真ん中から切る数万切り。いやこれは素晴らしいですね、かっこいい、はい、本当にかっこいいな。これ赤ウワン引いて上がるところ見たいですよね。いやでもね、いろいろあるじゃないこれだって、はい、まだこのシーズンに関してはね、まだ3試合目だから、ね、上下がまだとりあえずところさ、姿勢もかなり前かがみになってきました。スーソーはつもぎり、すごいね、はい、これはかっこいい。伊達さん選択、アンパイ持ってたいのか、2枚切れのチューン、あこれは超十分系、くっつきになった。はい、やはり注目萩原の手配、いつもが気になるところ、ちょっと見えないけどそうですね、イーソーはつもぎりとします。うん、伊達もかなり前かがみになってきましたね。各選手南4局気合が入っています。どうだ、そしてねこちらもかなり打点の種が見えてきた。どうするかな、チーマンチーソーパーピン切っちゃってるからピンズをそのまま切るのもある、リャンピン握れ、はい、これはもう馬強判断が問われますね。はい、ここは時間を使う場面ちょっといいとかあるのかな、マンズも悪くないのか、難しいね、はい、これチーマンにした、マンズの形を決める選択、やはりチーソーの周辺がいいかなっていう考えがありますか。まあでもそんなに大差ない、うん、判断しづらい。あこれはね、はい、3万になりそう。じゅんちゃんのため、じゅんちゃんもありますよね。はい、キューピンは地震から2枚目とまだまだ積もるチャンスはあるように見えます。現状のね、イーソーは2枚切れだったから切ったけど、
今回は今回のね、はい、EP ですね、 EP は残したと。さあ大物手成就となるか、赤ウーアンか EP 重なりが嬉しい、イーシャンテンの萩原です。気合も入ってきたところ、うん、すごいねこれ。ここまでね育てると見てみたくなりますよ ね、 そうですね。ひとついさんまた選択、カンパピンが握れになったから、はい、チーピンキューピンいけるか。先ほどカンチーソーとの選択がありました。今回はマンズの横伸びとパーピン、実はドラがまだ山に2枚いるが、あーそしてカンテツしたとパーピンはね順からなんだよね。こちら萩原の手牌に2枚、捨て牌に2枚、そしてこちらもね伊達もねかなりあのスタイルチェンジといいますか手牌の形構成変えてきましたが、うん、まだ天牌は入りません。さあこれは単位を決めて消えてしまう言いそうですが、想像そのものがいいと思ってるのかな、はい、うわー小さぎにした、まあまあくっつき枚数もあるのか、天牌効率、はい、ローソーが握れだったってことか、あとは差し5ですか、うーん3色も残しておきたい、なるほどね、3層引きからの差し5もあると、はい、ウーソーもそうだけど差しも見たのか、そうだね、そっちの方が、ね、打点がね結構そうだね、見えるならばというところですよね。さあ萩原徐々に残り妻山短くドキドキしますね、難しいね。さあこれはドラの難、これどうするかな、一対の手牌に統一のドラがようやくここで3枚目姿を見せました。伊達の手牌、うん、まあ順名があるからね、しごろ含みなんだよね、パーマ打ちが自然だけどね、はい、わドラ打った、これは一つ仕掛けていく、難を仕掛けてこれ一旦ジャントー候補がなくなる形ですが、まあ受け入れ広い形ですし、です、ね、はい、仕掛けていきました。さあ親にドラの仕掛けが入ったことにより場の状況も変わってきそうですよ ね、 ですね。だってもうイーシャンテン天牌だ、しごろの天牌は関羽町、これならどっからでも26なら優勝、はい、しかも萩原さんに確か、そうですね、ウーアンはくっつけば嬉しいところではありました。さあ天牌、イースーソー一つにも天牌、イースーソー対関羽町、そして萩原、ウーアン、いや赤ウーソー、これはねちょっと今パーマンとリャンマンが同時に通ったんで、はい、ウーマンがめちゃめちゃ危ないです。はい、だっては関羽町、だってこれ赤重ねるためにウーマン持ってたんだもん萩原さん、で赤が来たんだもん、はい、筋だもん、そうすると赤だったらこちらでもいいっていうところですもんね。あ、しかしここではイーピン切りの選択とします。親の現物、うん、これはまあ運送そのものがきついっていうことが大きいかな。さあ伊達ちょっと積もって切るときにかなり気合を入れたモーションになりましたね。天山層役なしですが、ここは天牌に取ります。斉藤もう一曲を見越しての天牌取りか、痛いけどまあまあまあ、でもね高順になってたからね、はい、これはね、そうですね、しかもねウーワンだと伊達に3色、この半ちゃんが終わってしまう宝珠となってしまいましたということで、まあ、かぶってしまったことは痛いんですけれども、やむなしといったところでしょうか。そうだね、はい、うん、あこれはうわ勝負になっちゃうか、はい、ウーワンが天牌となると、ウーアンだって相当通りそうだもんね。しかし考えてますよ萩原、はい、だって一ついさん8万切ってて2万通って地位もしてないんだよ、はい、一ついさん親のドラポンには通る、伊達さんあとはドラを切ってる伊達ですよね、ドラ切った後に8万が通って中筋だもんね、で事前に2万を切っています。しかし萩原正人チート率でキューピン打ちもあるってことですかね。ここで時間を使っているが、打ち出されたウーアンに論の声上がったのは伊達です。3色2600点上がって自身のトップを決めました。いやこれは伊達さん見事でした、よくドラ打ちましたね、はい、攻め切りました、うん、さあこれで27回戦が終了となります。萩原さんの手見事でしたね。トップより伊達、2着に一つい、3着に萩原、そして4着に斉藤の並びで終了となります。続いては28回戦です。